はい、どうも、ビエルスパーサがやっていきたいと思います。はい、今出てるガチャは無課金、未課金はどうするべきなのか解説していきたいと思っております。ガチャの種類いたしましては、桜葉、花池、新登場ガチャ、大丈夫博士像、2500万解放記念ガチャ、センターフォワード、ウィング、応援ガチャ、才能開花、超応援ガチャ、天空中央国をパワーアップ記念ガチャの、5つとなっております。まあ、皆さんがやっぱり気になるのは、この桜葉花池新登場ガチャ、まあ、これがね、桜葉が強すぎるんですよ。はい、桜葉がむちゃくちゃ強いです。トップ下でセンターフォワードね、まさかのウィングまで使えると、まあ最前線の高校で全部使えるということになっておりまして、むちゃくちゃ強いです。まあ実際海王山高校で猛威を振るうし、まあ特攻なんでね、猛威を振るっておりまして、トップ下強いです。まあ、ボランチはね、残念ながら2ランクアップ金属、ではないので、ちょっと微妙かもしれませんが、うん、めちゃくちゃ強くなっております。まあ、このライバル対決ね、撃破しやすくなる。まあ、これはいいんですけど、哲学のマップで、すべてのチームメイトの移動距離、まあ、センターフォワード、フォワードのキャラクターだけじゃないんですよ。岩渕と桜庭だけかなと思ってたんですけども、まさかのね、全キャラ。まあ、あゆと桜庭がいれば、全キャラプラスに、うん、されますんで、秋山くんとかもかなり近づきやすくなっております。まあ、これはもう海王山高校やるにおいては、まあ、当分生き残るんだろうなと思われるキャラクターとなっています。しかも得意練習頻度は8だっけで、練習効果アップもめちゃくちゃ高いね。これはぶっ壊れです。はい、の桜葉の陰に隠れて花池、これも強いんですよ。実際強いです。アンストッパブル、奇襲の心臓、ゾーン、イフドード、ね、このキャラクター、まあ、練習効果アップも高いし、まあ、スピードメンタルの得意練習は微妙なのかもしれませんが、タック性能もえぐいんですよね。タックだけであれば、まあ、結構上位だと思ってます。しかもそれで選手権彼女。選手権彼女でここまでタック性能いいのって今までいなかったはずなんですよね。まあ、選手権彼女ってことは、彼女の効果も普通の彼女より弱くて、で、タックにおいてはむちゃくちゃ弱いっていうね、通例があったんですけど、ちょっとそれをぶち壊してきました。まあ実際ね、まあ、選手権彼女でデート行かないと、筋力取れません。なので、まあ厳しい部分はあるかもしれませんが、ね、デートさえ行ける高校、まあ海王山高校無理やり、あゆと花池、両方とも入れて進める。うん、そういう方が今、査定値的にも高くなってて、全然、最前線の人たちは立ち回りしてると思います。うん。普通に性能高いよね。いや、花池はここまで強いとは思わなかったっす。使ってみて、あ、強えわと。まあ、タックが強えわと。まあ、普通の選手権彼女じゃねえわという感じとなっております。で、このガチャ、さらにいいのが、今まで最近って100連、120連引かせてくるんですよ。でも、今回は70連で両方とも PSR 確定でございます。それはありがたいよね。まあ自分のサバカ引くしかないかなと思ってます。まあ60連目で PSR 確定で70連目で選択チケット。まあ桜葉はね、やっぱ皆さん SR 大量に持ってると思ってます。なので、結構解放できるのではないかなと。で、花池の方も、最近ですが、常設落ちしてます。なので、SR 少しはあると思ってます。うん。まあ、こういうね、キャラクターたちが70連手に入るのであれば、もうここは引きかなと。まあ、天空中央高校のキャラクター持ってないサブでも、これは引いた方がいいかなと思ってます。まあ、海王山高校で強いからね。まあ、天空中央高校はできないのかもしれませんが、まあ、現状、チケットで、まあ、どれか1枚当たってくれれば、まあ、特にアスカかな、アスカが当たってくれれば、もう1人借りてできることもありますので、まあ、ワンチャンを狙いつつ、自分は桜葉、花池、新登場ガチャを引こうかなと思ってます。はい、その他のガチャ、としましては、この大丈夫博士像、ね、これはやめときましょう。まあ、いつも通りなんですけども、PSR 確定とかね、釣ってくるんですけども、現状、うん。パワースター130個、使いまして、PR 大丈夫博士像3個、SR1 個、BSR1 個。ちょっとね、
効率悪いよね。しかも常設キャラクターしか出ません。うん。ってことは天空中央高校のキャラクターも出ないし、桜庭花駅出ません。無課金、美課金であればそういうガチャは引いちゃダメなので、まあ、基本的にこれは引かないでください。まあ、課金者ですごいパワースター余ってるよと、何ぼでも課金できるよって方だけ引きましょう。自分もこれはさすがにメインでも引きません。で、次センターフォードウィング応援ガチャ、これはね、明崎くんは最近使われてるのかな、使われてないかもしれません。ホワイトデーの上がり絵、オーチ、そしてバレンタインの星宮、まあ、この辺りはねある程度使われております。うん。でも無課金の方はこれは我慢かな。うん。無課金、未課金は我慢だと思ってます。まあ、課金者で、まあ、最近始められてこのキャラクターたちいないよ、休んでたからこのキャラクターたちいないよっていうのであればワンチャンありかもしれません。まあ、30連50連ね、そこで PSR 確定なんで、まあ、ありっちゃありかもしれませんが、うん、そこまで引くべきではないと思ってます。うん。課金者でも、まあ、これはスルーでいいかなと思ったりもしております。はい。で、才能開花超応援ガチャはこれはもう言わずもがなです。はい、スルーしましょう。まあ、PSR ね、1枚目から10枚目確定と書いております。書いておりますが、今、高校パワーアップさ、海王山高校、天空中央高校と続いて2連チャン、限定キャラクターが特攻として来てるところでございます。迎撃高校のキャラクターならばワンチャンと思ったけどね、最前線はその2つ、まあその2つ皆さんやると思いますので、これもスルーです。はい。まあ、常設で狙いたい PSR いたらワンチャンかもしれませんが、無課金、無課金は引かないでください。あと天空中央高校は、まあ、基本的にね、まあ引いてもいいかなと思ってたけど、まあ、桜庭、うん、こっち優先です。今後生き残ると思いますので、桜庭は引いといた方がいいと思ってます。で、パワースターなんですけども、どれぐらい溜まったかな、サブアカ。ある程度溜まった気がする。まあ、330個ならパワースター全部なくなっちゃうんでね。まあ、それは避けたい。まあ、500個ぐらいはあるんだよ。こっから8月26日、パワープロの日、うん、まで貯めることになるかもしれません。まあ、さすがにそこまで貯めたら100連ぐらい回せるパワースターは貯まると思ってますので、はい、まあ、これで引いて、うん、また次のガチャにつないでいこうかなと思っております。はい、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、また次の動画でお会いいたしましょう。おつべた。